はい、沖縄ラブウェブ TV をご覧の皆さん、こんにちは。今日も素敵なお客様に来ていただきました。シャオロントゥーダスカイの遠山貴文さんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日ね、来ていただいたのは、はい、まあ、なんとロックフェス、はい、ね、バンドマンの遠山貴文さんが提案をして、はい、ね、主催をして、ね、うん、開催するという、はい、まずはこのイベントのタイトルをお願いします。グスクロックフェス2015ですね。はい、グスクロックフェス2015ということで、はい、開催が3月の21日、はい、ね、で、場所が、はい、中グスク城と。ああ、素晴らしい、世界遺産のね、はい、うん、これはあれですよね、魂さんのふるさとという。そうですね、北中グスク出身で、うん、そこでこんな地元に、はい、こんなすごい歴史、ロマンがあるというか、うん、そういうね、うん、歴史を感じられる場所があるんだな、はい、じゃあここでロックフェスできたらいいよなっていうところから始まってます、うん、なるほどね。まあ、魂さんはもう20数年このバンドマンとしてね、はい、ずっとこうやってきてるわけなんですけども、はい、まあ、いつかはね、この地元でロックフェスをやりたいという夢をまず持っていたんですよね。はい、で、今回のグスクロックフェスの大きな特徴としては、まずは世界遺産でロックフェス、うん、そしてもう一つ素晴らしいコンセプトがあるんですけれども、世界一クリーンなロックフェスということで、そうですね、ここポイントなんですよね。はい、うん、どんなシステムかっていうのを、オフグリッドシステムっていうんですけども、はい、それはその場で、うん、その場でできた太陽光を使って、うん、その太陽の光をエネルギーに変えて、はいはい、そのエネルギーをフェスの音響、うん、照明、うん、そしてフェスに関わる全ての電源を、はい、このオフグリッドシステムによったエネルギーで賄うという、うん、ことを、うん、まあ、目標にしてやってる。ああ、素晴らしい、はい、テーマですね。うん、今エネルギー問題とかね、いろいろあったりはするんですけれども、はい、やっぱり僕らそのバンドマンというか音楽をやっている人たちはやっぱり照明で音響に関してはやっぱり電気にお世話になっているということで、しかもその電気をクリーンな、はいはい、エネルギーを使ってということですよね。はい、うん、太陽電池のこういうパネルがあって、はい、これをもうその日集めたやつを、はい、このすぐにエネルギーに変えるという、そうですね、オフグリッドシステムっていうのは、はい、どっかにつなぐわけではなくてその場でエネルギーを生み出すということですね。そうです、そうなんです。これね、結構ハードルが高いとは思うんですが、はい、本当に今ね、世界的なこういろいろね、このクリーンなエネルギーっていうので流れになっていて、こういうロックフェスも、はい、至るところでね、はい、開催されつつある今状況なんですよね。はい、はい、そうですね。で、今回は完全にそのオフグリッドのシステムだけで電源を賄うっていう意味と、はい、それとそれで、まあ、イベントは有料になるんですけどね、はい、有料でかつ完全オフグリッドっていうイベントは世界初らしいんですよ。素晴らしい。それで世界遺産っていうことなんで、うん、多分いよいよ世界初、はい、うん、はい、素晴らしいね、はい、そうなんですよ。そっか、これはね、ぜひね、皆さんにも応援していただきたいし、はい、多分この流れっていうのが世界の流れの主流の一つに僕なるんじゃないかなと思うぐらい、はい、みんな思いはあるじゃないですか、はいはい、それをこう先陣を切ってね、はい、バンドマンの魂さんが、はい、沖縄のふるさと北中城の中城城跡で、はい、ね、世界遺産で世界初の、はい、世界一クリーンなロックフェスを開催するということなので、はいはい、ぜひね、頑張っていただいて皆さんも応援していただきたいと思いますね、はい、うん、で、それをやっぱりそのやっぱりクリーンなエネルギーにするっていうことは、やっぱり沖縄の自然であったりとか、その地球の環境とかっていうのを未来につなげていきたいっていう思いも強いんでしょう。そうですね、うん、やっぱり普段、そこまで意識せずとも、うん、沖縄に住んでると、うん、電気が足りないっていう意識ってそこまで僕は感じたことがなかったんですけど、うん、やっぱり、いろんな全国いろんなところにライブをしに行って、はい、東北に行ったりしながら、はい、こういろんなところで
工夫をした形で、はい、エネルギーを作っていこうという動きがあるんだなって思って、うん、でそれで一番感じたのが山形県の、うん、蔵王温泉というところで、はい、蔵王龍眼祭っていうイベントがあるんですけど、はい、そこにお呼ばれした時に、そこのメインステージの電力を、はい、音響照明をそのオフグリッドシステム、うん、パーソナルエナジーという機械を使って、はい、まあ、音響照明電力を賄ってたんですけど、ね、うん、そこのパーソナルエナジーの開発者の粟田さんという人と巡り合いまして、うん、で彼にこれを沖縄でやりたいんですよっていう話をしたところ、うん、ぜひそのオフグリッドのエネルギーをオフグリッドな島、うん、どこともつながってない海の上にある沖縄っていう島でやる、うんうん、そこに僕らは意義を見出せますと賛同していただいて、うん、じゃあそこで僕ら好きな音楽っていう好きなことを通して、うん、はい、でクリーンエネルギーっていう意識づけを、うん、はい、今度若い世代たちでも、うん、あ、これでこの形でこういうロックフェスができるんだな、うん、じゃあ自分も好きなことを好きなような形で努力してやってみたいなって思ってもらえるような、うんうん、気持ちになってもらえるようなイベントを作れたらいいなと思うんで、はい、突き進んでます。あ、素晴らしいですね、はい、まあ、そうやってその山形の、ね、方々の熱いサポートと、はい、そして、県内の、ね、音響照明の皆さん、はい、仲間だったり先輩の方々だったり、本当にそういう心をこう、ね、一つになって、はいはい、ある意味インディペンデントな、はい、世界一クリーンなロックフェスという、ね、はいはい、オフグリッド、そうです、ね、ね、インディペンデントな、はい、インディーズなロックフェスなんですよね、はい、うん、まあ、そういうわけであの出演者にもこだわりが、ね、非常に、ね、あったりすると思うんですけども、はい、今回のちょっと出演者を紹介してもらいましょうか。はい、はい、ですね、まあ、僕が、やってますシャオロン・トゥ・ザ・スカイ、はい、シャオロン・トゥ・ザ・スカイ、そして、うん、まあ、真っ先に賛同してくれたツーサイド・マン・ブレイン、ツーサイド・マン・ブレイン、はい、まあ、ロデオというヒップホップアーティスト、うん、そしてあの沖縄で、はい、まあ、何年かぶりに再会をしたギターウルフさんもギターウルフやしてくれます、うん、そして、キノコホテル、うん、で、フリップ、フリップ、うん、そして今度は愛知県のトヨタから、はい、もうオフグリッドシステムでイベントを今まで何でもやってくれてる、うん、まあ、オフグリッドといえばタートルアイランドっていうぐらいの、うん、経験を持つタートルアイランドが来てくれますね。もう以前から交友もね深いしね、はい、そうですね、楽しいさんともね、そして、はい、地元からも、はい、またメカルジン、メカルジン、うん、でヤーバスターズ、ヤーバスターズ、ジャック・ザ・ニコルソンです。あ、そして昔からずっと一緒に突っ走ってきたジャンキー・ジャップ・ドッグ、うん、あ、いいですね、むーちゃん頑張ってますね。そして、台湾のバンドを一つ交渉中なんですけども、はい、もう一つ、はい、目玉ですよね、はい、モンゴル800が、モンゴル800、僕らの気持ちに、ね、うん、賛同してくれて、はい、出てくれることになりました。素晴らしいですね、はい、そういう意味ではやっぱりあの魂さんが沖縄で音楽をバンドマンとしてこう活動を続けて全国でこうライブをして回って、はい、そのこのなんていうか歴史的なあの出演者だったりもしますよね、そうですね、この結びつきというか、はい、ね、モンゴル800とかジャンキー・ジャップ・ドッグスに関しては90年代後半の沖縄インディーズが盛り上がった当時から、はい、ね、一緒になってこのしのぎを削ったというか、そうですね、メンバーだったりもしますしね、うん、まあ、そしてね、新しい世代に引き継ぐという意味ではロデオとかね、いるし、まあ、ツーサイド・ワン・ブレインとかをね、その間をこうね、はい、なんていうか取り持ってくれるだろうし、はい、メカルジンとか本当に素晴らしいですよね、フリップも、はい、で海外からもっていうことなんでね、はいはい、うん、いろいろまたその先々に関するその何だろう広がりっていうのもありますね。そうですね、うん、沖縄日本もう日本だけの枠にとらわれずに、うん、まあ、沖縄ってこう立地がこう、はい、アジアと直接つながれる、うん、日本の中でも珍しい場所だと思うので、うん、いずれは今回は台湾だけになるかもしれないですけども、はい、台湾、シンガポール、香港、マレーシアとか、うん、いろんなところからあの国際的なロックフェスにしていこうっていう気持ちで、うん、あの今後につなげていくためにまず1回目を成功させようという形で動いてます。なるほど、みんな一丸となってやってますんで、ぜひね、あの応援していただきたいと思うんですが、で、あの最後にね、魂さん、はい、あのメッセージを、あのせっかくこのコスクロックのね、この T シャツも今、そうですね、こう着ていますが、まあ、
僕らロックンローラーは、はい、どんなに苦しくても結局ギター持ってステージに立ちたいんです、うん、それが今回この世界遺産中城城跡で、できる運びになりました。ですから皆さんも、僕らみたいに好きなことやって自分たちがこれやりたかったんだということを、ね、実現できるように前向いて進んでほしいです。で僕らのやりたい夢の形を見に来てもらいながら地元にある沖縄にある世界遺産である中城城跡の空気を楽しみに来てください。よろしくお願いします。素晴らしい。さあというわけで、2015年3月21日に開催されます、中城城跡ということで世界遺産にもね、はい、登録されているその場所で、グスクロックフェス、グスクロックフェスね、はい、15ということで行われますので、ぜひね、これはあの家族連れでね、はい、来ていただいて、その素晴らしいあのミュージシャンだっていうのを、そのメッセージと、そのオフグリッドシステムと、はい、でこれからの沖縄のこの自然も守っていこうよという気持ちもね、一緒に、はい、あの共有できたらいいですね。そうですね、はい、うん、さあというわけで、沖縄ラブウェブ TV、 本日のゲストは遠山貴文さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。